はい、どうも、こんにちは。今回は、たライフイズストレンジツル True 続きからやっていこうかなと思います。前回は、えー、っと、あれだなの、あの人、女の人。えー、っとね、ははは、ダイアンかなまあ、続けて撮ってるから覚えてます。ダイアンです。ダイアンっていう、あのー、なんとかした、台本社の、あのー、秘書かなみたいな人に、 ああ事件の真相を迫りたいと。で、あの、アプローチして、なんとか、その時の証拠に、になってそうな USB メモリを前回入手して、終わった。っていうね。感じかな。えー、応の曲実行せよ。陽動作戦開始。あー、あった。グループだ。これが前回の作戦だな。前回の作戦で、えー、どれだどこだどこからだこれ。どこからどれだどこからどれ また集まらない。タイムオフィスに侵入しよう。メンバーにも行かないし、オフィスにも侵入しないよ。キモいよね。キモくても免許までいい。ちゃんと言うこと、二人とも面白いです計画を実行せよ。あ、この計画を実行せようが、てか PM、PM1 時4ああ、昼か。計画を実行せよが前回だな。ステフすごいな。うん、こんな本格的なものを作るなんて、ーさん驚くよ。 有者性のガッコロケやるやつか。俺はちょっとこの前話してたやつか。えー、ライブアクションロールプレイングとは、衣装や小道具を使いながらプレイヤー自身が世界観を演出し、登場キャラクターになりきること。はーい。お、すごいしっかりしてる。あ、これ、これ俺の役じゃん。めっちゃスクロール漏星。<laughs> あの、 ゲームのオープニングとかにあるやつぐらいの遅さだわ。より遅いわ。むしろゲームの前とかになるこの流れるスターウォーズのやつが早すぎるだけなんだけど。<laughs> <laughs> はい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 。性能はね、勇者性能は。これがい、e、さんか。あちゃ、ちゃんと街の中が舞台になるんだ。いいね。そんな広い規模でできんのは。未だに中を見れてないんだよね。あ どっかに鍵があると思うんだけど。これはヒントじゃないですかこれは。なんか気が増えたかなあ、増えてるわ。あー、どれにしよっかなこれまた迷いどころだな。白とかも好きだな。これフラメンコスタイルもいいね。ああ、どうしよう。でも意外と黄色のチェックが一番なんか良かったりすっかな これとか最高にクールだけどなぁ。黄色のチェックが多分一番かちょ、ちょっと一番可愛らしい感じになるなぁ。他ちょっとクールな感じになっちゃうもんなぁ。かっこいい。かっこいい感じになっちゃう。これとかも。これが一番キュートかもしんないわ。じゃあ変えないとこう。キュートな感じでいこう。えー、っと、なんかあるかなぁ。グビだ。確かに一個ずつ食べればよかった。 タブラ一ツにしときな。ありがとう。何これ今度のオープンマイクナイトで演奏したいそうだな。みんなとうち解けるのに一回だとも出てくれるか。バレたんだ、俺の弾き語りが。えー、何か隠してるか突き止める。はいはい。あ、だいぶ進んだな。 いやーでも、見れるもの多くなったなー、これ。おいおい。はいはい。ええ、ちょっと待って、エレノアちゃん引っ越したのエレノアちゃんは、エレノアちゃんを、あれだっけ、お母さんだっけエレノアさんか。よかったよかった。危なっ。エレノアちゃん。エレノアちゃんでもいいよ。 引っ越し祝い。あーだから俺がこの部屋に来たってことか。びっくりした。なんかライリーがさ、エレノアとライニーが混ざってたんだけど、ライリーちゃんがなんか引っ越す云々の言ってたからさ、ちょっとライリーちゃんがもうこの街からいなくなったと思って、寂しくなっちゃった。<laughs> 純粋に好きだからな、俺。ライリーちゃんも。<laughs> あった。どれだああ、帽子か。何これロボット。 正義のロボットなのかただのダンプカーなのか確かになえっ鍵あるじゃんえっこれあれじゃないのパリピアなここにもビールを隠してある、ま、いや常温ビールはきつくないあれあら帽子の羽が取れてる 似合うな,な急になんかパティシーにイメージ見えてきちゃったえ兄さんが持っ手紙だ思い切って見てみようかなうんえっああちょっと待って戻るな,諦めないよ戻るなバカいい読むかと思った なんか感想いいと思ったアレックス。アレックス。四分の二しか見てないアレックス。アレックス俺四分の二しか見てないってアレックス。カッターナイフしか見たいんだけど。これちょっと見,見る見る。あ、いいじゃん。<laughs> イケメンさんや早く仕事終わらせた待ってあら、ちょっとやだ見てよかった。見てよかったな この変人どもに出会えて本当によかったよマジでこの3人で仲良くなったないい部屋だな友達も多くてやっぱ3人ぐらいがいいよなやっぱ普段からな普段から仲良くするやっぱ3人ぐらいが一番ちょうどいいかもよしこれであとはギターだけだだから俺忘れてないですよボトルのお礼にってダッキーがくれたんだよねうん うん、なんと言うか。お礼にしては、なかなか変わったプレゼントだよね。あ、いいじゃん、可愛いじゃん、これ。俺にしてここに置くのって結構 <laughs>、結構ポイント高くないお前にとっても。ここに置くなら。忘れてないですよ。鍵拾ってること忘れてないですよ、俺。これ見る見ないはあるんじゃないこれ人によって。まあ、見ない人もほぼほぼいないと思うけど。なんかトロフィーあるんじゃないこれ。 兄さんメモ兄さんこんなものけじめをつけることをリキスト。なるほどね。今まで、なんかこう、相手を怒らしちゃったりとか、自分が偉かしてしまったことを反省しようとしてんだ。兄さんなら、ここに書いてあること全部達成できたろうな。 でもこれ、謝る系多いなかっこいいというか可愛いところもあるなあやっぱなあまく兄さんは本当にすごい人だな見れてよかったんじゃないお兄さんのその必死な感じと必死な感じって言ったらあれかな帰ってきてんじゃん俺が寄付したレコード多いまそっか通常営業してるからそうか曲は聴きません <laughs> 皆さんで聴いてください、曲は。上の階見れるのズリーは、これさ、なんもなくても見れちゃうもん。なんもないんじゃないでもなんもないんだろうけど見ちゃう。なんもないんだろうけど。あるなら見ちゃう。これどうなんだろう、発売されたから、 前回からまた裏でプレホーのキャプチャー回してるけど、前回は特に何もなかったんだよな。やっぱ発売されてからやっぱちょっと、あれになったかな。発売前ゲームキャプチャーはな、予期してないからな。プレホー側も。そういう表現、そこの表現なんだわ。 こういう表現がなちょっとやっぱマックスに近い何かを感じるようないいわ。いい。そういう表現が好きだったもん、俺は。それがいいんだよ。そう考えたらライフイッツストレンジ2の子達ってめちゃくちゃまともだったな。<laughs> 普通のツッコミと普通のボケしかしなかったからなああいうなんかこうな、な、なんて言うんだろうな。ああいう感じの、た、例えというかさ。 鳥さん、ここに住むんだったら皿洗い頼んだよみたいなことなんかこう軽いジョークというかさああいうのあんま言わなかったからなあの Life is Strange 2の兄弟たちは久々やはこの感じ軽いジョークかっけえよし今すぐイ、e、ーさんに会いに行こうえ ラープできないかもしれない。イーさんが乗り気じゃないみたいです。まあそらそうだろうよ。父親がイーさんを迎えに来るんだってタイミング悪すぎ。どうしよう。あー。銀融詩人アレックス参上。いいテンションテンション。テンション違うってアレックス。え、あれかな 離婚、離婚したわけじゃないのかじゃあ、別に。離婚してたけど、その、なんだどういうこと父親が来るってどういうこといや、ま、父親はいるけどさ、父親が迎えに来るって、これを機にどういうこと別れたんじゃないの別れたもんじゃ。別れてか、別れてたから兄さんが、面倒を見てたんじゃないのなんでこの後に及んで、 父親が来る理由ががあるる父親が来るってことは、父親が兄さんのことを認識してて、兄さんがいなくなったから、父親が心配できたみたいな話になってこない複雑すぎないおい、乗り気じゃない割にあるぞ、おい。乗り気じゃない割に。あるぞ、ヘルメットが。角ノハイヘルメットが。いや。 ドりキじゃない割に外出てるしな。やる気出ない。なんか、みんな気を使ってくるから。ああ、まあ、そうか。それはそうね。そっか。まあ、そう思うのも確かにわかるんだけどさ。いや、これはね、兄さんのためでも政府のためじゃないんですよ。ただただ、ただただ、ただただ,ただ,ただ,ただ俺は、一緒に、 楽なこれでいいんですよ、純粋な気持ち。うん。どうした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 どうたどうしたどうしどうしどうしたどうした簡単に触れるようになったのお前、アレックス。考えすぎやわ。 賢い子やわめっちゃ考えるやん困るよねコスプレして楽しんでるふりしろってっ大人たちからプレッシャーかけられてるみたいアレックスそんなピンポイントでわかるの僕の感情がそうね難しいわ でも、賢い子すぎる。賢い子ほぼ大人やんけ、お前もう。母ちゃん元気づけたいんやな。これでもね、キャラクターになりきればいいって結構難しい言葉なんで、ここまでわかってる子だったら、キャラクターになりきれないと思うんだよ、逆に。逆にその楽しむ楽しむないじゃなくて、今度は、 キャラクターになりきらないといけないっていう方で追い込まれちゃうから、まあ、これはもう純粋に楽しいふりなんてしなくてもいいよ、うん、だったらなんで別に純粋に楽しめなくても今だから仕方ないなって思ってくれるからでもねいい、e、さん あれなんだってうん俺もそうだけどさ分かったそういう集まりに行く前とかはさ結構憂鬱でさめんどくせえなってなるけどうんいざやってみると楽しいから。 やる前はね、やる前はちょっと、あや、ちょっとめんどくさくなってきたなとか思うけど、いざ行ったら楽しくないことなんてないから。楽しいよ、いいさ。ましてやね。変にこじらせた大人でもないんだから。純粋に楽しめるさ。勇者ーーは始まっちゃった。ためっちゃおさまに合うな。はい。はい。よかったな、せいのは。 えっと、いっぱいあるけど、うん。この俺が<私>俺がじゃあ、めっちゃアドリブやん。えへ、ー、へ、なにこれ歌い乗せんのいや、これはやっぱり、でも大事なんですよ。悪魔のクラーケンって行きたい気持ちもわかるけど、まずは日頃の行い。まず最初のステップ。最初のステップで始めたのは何かっったら、オーガの群れなのよ。あえてオーガの群れをここで語る。 <の> <laughs> なんかなんか一発芸人みたいな一発屋みたいな,あるな一発屋になんてことだ芸人じゃんもうたかい魔法の歌声を持つと u われる u t s to you a の鉄腕の友なんだけどやはりそのたたちがこの国を救う勇者だうん私はテイバー王テイバー王

は <laughs> すごいね、ジェルもちゃんと役をちゃんとなこういうね、だこういう土地があるんだったらいいよな。君って本当にアルウィンなの？当たり前だ。忘れちゃったのい,いや、そんなわけないじゃん。うん、ちゃんとター,シードってほら。 あの時の<あ>カーネリスの時以来だったよねカーネリスの時以来はい多分これ設定なんだな、うん、オッケーオッケーちゃんとやらずじゃあ最高の冒険だったよねうんクモとの戦い以外はそうだね、うん、う早く行かないと王様切れちゃうわ <laughs> あら,ら,らあらあらあら王様話していいや王様ブレブレだけど 3つのソウルルジュエルを探え、なんか。はい、お任せを。で、ちょっとょ、ジャック音楽流れてねちょっと、メール来たんだけど、おお、好きやることリストがちゃんとなってる。あ、ダイヤの更新されてる、ちょ最後見ようか。<laughs> 普通に、本日も営業のやつが来たわ。本日も営業のメール来たわ。これどこ バグバイの窓奥屋。お前が引っ張るよ、てめえ。おい。勇者だろ、お前。なんで銀融詩人が先陣切ってんだよ。え、すげえ。めっちゃなんか、ドラクエチックな流れてる。ドラクエって救えんだっけ <laughs> すいません。太,太くてすいません。 一回ドラクエ3やったんだけどスケーンだっけなあっ待ておいおい誰だっけまるで本当の冒険みたいじゃあイーサンじゃなくてのなイーサンわかるけどエレノア待ておいエレノアこんなところに巻物があるぞ回復の巻物 <laughs> 回復アイテムだそれ何 魔法の巻物だよ。のトルで使えるやつ。おあいいね。おも落ちてるかもしれないから。大丈夫これ。俺が楽しんでないこれ。イーザンセ戦闘の方がいいって。俺が楽しんでるだけ。あぶん。ああ。<laughs> まずい。あ、ライアン。これライアンか。ライアンだっけなんだっけ あれ <laughs> なんだっけおっとこの格,格、覚まさか本当に戦闘パワーとか、戦闘パワーとかこれあ、戦闘 PGM 流れてる。まずアレックスでしょでこ、こはこれ待って。マジでちゃんと救ってんじゃないこれ。次の2ターンの間1ダメージ。次の性能の高級なダメージを2倍にする。 次の弾攻撃ダメージを受けない。うわ、これむずいな。ただ、この環境だと、まあ、普通に。いや、これでもさ、チアリングコード連発いいんじゃね。チアリングコード。行くぜ、性能は。頼むぜ。えーっと。 バーニングブレードでしょう。待て、バーニングブレードは、リターンなら1ダメージ、これ2ダメージないのかいや、突き刺す行くか。行け<ー>いいぞヤダメージえ、強っ <laughs> ライアンめちゃ喋るやん、強っえ、でもさ、これ普通にさ、 これが一番強い然じゃね ?2 ターンの間1ダメージ。いや、加算す。いや、待て。いろいろ使ってみるかディストーションフィールド。ディストーションフィールド。ルド<っ>今後2ターン1ダメージを受ける。ブライジクスイージさん。突き刺せ。あれ、バーニングプレートでよかったかな。あー、倒したよ。よしよしよし。 <laughs> いいなあチープな感じがいい。え、なにこの鍵いっぱいアイテムある。うん。は優しくしとこ戦士、ファイアブラストああ、敵に3ダメージ。いやぁ、これあれか。 とんでもない化け物みたいな。さあ行こう化け物みたいな技だな、これ。化け物剣じゃん。ねなめちゃめちゃ来てる。バカバカ。バ何が花屋によるだよ。おい。現実とゲームは混合するな。あ、なんかパスワードの相談してるな。 なんか言ってるなぁ。ライオンから来やしたわ。<laughs> うんうん。え、マックはそのことは名前話さないけど、私はマックく本当に感謝してるわ。私の店、これ、めちゃくちゃ関係ないじゃん。あれ <laughs> このとこにダイアウルフの死体が。あ、ちょっと待って、一点差がある。ちょっと。っとごめんてめにやって。ごめんって。ごめん。 お本当ごめん。ごめん。やめるごめん。ほんとごめん。ガチでごめん。ガチで謝るわ。ごめん。宝石を全部見つけてかああ、じゃ本当じゃあ街に降りていいんだ。おっけー、おっけ、おっけ。え、一列だめなのこう拾おうぜ。お金が落ちてる。イ、e、ーさんのかな。え,えいや、え、いい、拾う。じゃ拾おうって。お金が落ちてる。拾おうって。お金拾おう。お金は拾う、一回。ダメだってこのままじゃ。 自分のだったらなおさらダメでしょう。あっ、これも一般男性と一般女性じゃん。え違う。あと巻物も光ってえな。あっ、強っ <laughs> クソつえ。これ、う、は、まい。イリノワさん、これクソつえです、この巻物。子供たちが誕生日にねだるような おやおや、どちらさんかな。あら。伝説の勇者セイノアとその仲間だよ。はい。ここで何してるんだい。みんなを助けに来たんだ。そこら中を凶暴なモンスターがうろついてるから。あ <laughs>、こいつめっちゃ時間かかるな。まだ気をつけて。ああいやー、もういいお兄さん。ありがとう、お兄さん。ドラゴンなんてどう?。お姉さん。 お姉さん、違うこれあれだ。おあ,あっちのだ。お姉さん乗ってくれてるわけじゃねえ。お姉さんたちの話だこれ。商売なしるあいつら、許せねえよ。お兄さん、めちゃくちゃ乗ってくれたのに。許せねえ、お姉さん。自分の利益しか考えてねえ。おいおいあこっしはあれじゃん。ごめん。 冷た頑張れよ冷たお前どうしたんたそうそうイーサンのこと心配してたんだこの人安心したよあちょっそってめちゃくちゃいるめちゃくちゃラープっぽいやついる待て待て誰だ誰 <laughs> 誰ですか

ヒントを探してみようかえぇえ、えー、嘘ヒントあんのえ、どこにあのヒントちょっと待って、で伝説電車さんあこのところに巻物が地面高なんか燃えたほうお強っ強いって、これおいトロフィー出そうトロフィー出そうなんか、いっぱい取ってたらトロフィー出そうだな、これ やっぱ強い子、これ巻き物強えぞ。これ巻き物取んないと負けるぞ、多分。ちょ、っと待って伝説の勇者たちの、あっおい。エルノアさん。許せません。自分。見てください、エルノアさん。こんなところに結婚が。うわ、ここで何があったんだろう。エルノアさん。許せませんよ、自分。あれ 落としたのかないやなんか急に現実に戻されるなあ診察予約券誰の眠ろうとしても全く眠れないんですえ目を閉じるとすぐ頭にいろんなことが思い浮かんできてしまって後悔と自己嫌悪で胸がいっぱいになってしまって後悔かいつも泣きながら朝を待つんですあじゃあダイヤン後悔と言いましたね じゃあ、あれだ。かマックの上にダイアンがいるんだ。なるほど、なるほど。え、でもこのガルウェイザーの酒場はあれなんじゃないのマップ見たらさ、大丈夫なのかなどっちが、どっちが先か,か、まあでも3つあるからな、全部で。あ、ただちょっと長い。 <laughs> これこれ長いよ。1時間半コースなっちゃうから、ちょっと、ここ次回から本格的に、ソウルアメジストとソウルサファイアとソウルルビーを探すうはい。じゃあ、朝下。